スポーツファンの皆さんこんばんは、亀山つとむです。こんばんは、NBS アナウンサーの亀山亮です。はい、そして今日の亀とは スポーーツライター金子達人ですすよろししくお願いします取材にそして執筆活動に大忙しの金子さんですがイクメンとしてお子さんの保育園の送り迎えにも奮闘中というふうに伺っておりますどっからそんな話が出てくるんですか <laughs> もう金子さんも僕はどっちかっていうとちょっとこうお、はい、おじいちゃんんのお父さんですからね亀山さんよりさらに僕 <laughs> おじいちゃんですからね、えー、そんな中、亀友関連でこんな嬉しいニュースも飛び込んできました。ス、はい、スポニチアネックス スポニッポンのインターネット版です。 2012年ロンドンオリンピックで銅メダルを獲得した元バレーボール全日本女子のセッターで2012年3月にプロ野球と広島東洋カープの江草弘卓投手と結婚されました竹下義恵さんが第一子を妊娠したことが分かりましたマネージメント事務所が今日ファックスで報道各社に発表したということですはい竹下さんおめでとうございます、えー、ファックスの中で私事ではございますがこの度新たな命を授かりました夫婦ともも喜びに満ちております お仕事をさせていただきながらバレーボールのシーズンを出産まで見届けられたらと思っておりますなどとコメントされておりますいいですねこれエグザ君にとってもいいですねもうこれご主人何が何でも頑張らなきゃしょうがないですもんね、はい、勝負の年で尻に火がついて さらに、えー、妊娠発表、うん、ブースターがついたみたいなもんですからね <laughs> まあ間違ってもらえない半身戦だけはね、そのブースター炸裂させないでほしいですけどね <laughs> ラジオネームシクラメンさんアコーの方からもお体ご自愛くださいとメールいただいておりますありがとうございましたまそして年末バタバタしておりますがちょっと時間がありましたらぜひ金子さんのご本を 買って読んでいただきたいと思います。はい、絶賛発売中です。この番組でもご紹介させていただきました。日本実業出版社から発売中のラストワンという、えー、パラリンピック陸上選手の中西真矢さんについて金子さんが取材をして書かれたご本です。今非常にいろいろなインターネットの書評なんかでも熱いコメントが寄せられているそうなんです。あ,あそうですか。はい。あんまり僕は目にしてないんですけれど。 ただあの本当に自分で書いたとは思えないぐらいすごいものになっちゃいましたご自身でも相当今回は自信があるというか、うんはい、何か降りてきたものがあるという感じでしょうか深井実は僕例えばこういう番組でも、はい、自分が書いた本のことを喋ったことってほぼ一回もないと思うんですよ、はい、で自分の知り合いに本を渡したことも一回もないですけど、はい、今回八十冊出版社からもう買って、はい、全部配りましたまあカニコさんいろんな本書かれてるじゃないですか、はい、その書き終わった時にもちろん達成感あると思うんですけど 手応えっていうのは、やっぱ違うんですかえっとそれこそ今までサッカーでいうところもですよ、はい、フィリピンリーグ3部でしかプレーしたことなかった人間が、はい、突然ワールドカップの檜舞台に立っちゃったような気分ですねなるほど、まあ、フィリピンリーグわからんけども、なん、はい、となくあるかどうかもわからないですね <laughs> そうですよね。<laughs> <laughs> えー、衝撃のラストまでも一気に読み進んでいただけること間違いなしです。金子達人さんの「ラストワン、えー」日本実業出版社から1,620円税込みで発売中ですが今日は番組お聴きの方3人の方にサイン入りでプレゼントさせていただきます。メールファックスハガキでご応募ください 亀友アットマーク MBS1179.com ックスは0668099090そしてハガキは郵便番号530-8304いずれも MBS ラジオ亀友スポーツマンデー金子さんの本希望金子さんの本希望と書いてお送りくださいメール ファックスそしてハガキいずれも今週の金曜日必着でお願いいたします。当選の三人の方には、発表は発送をもって返させていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、そして、いつものメールもお待ちしております。亀とマットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。いつもの宛先ですが、今日は金子さんを迎えして、ガンバ大阪。 三冠への道のりと題しまして J リーグのレギュラーシーズン特に優勝しましたガンバ大阪にスポットを当てて伺いたいと思いますあの本格的に伺う前に金子さんガンバ大阪3冠決めた瞬間はやっぱりやったなという感じだったでしょうか正直ですねはい。正直に言うと3冠って ウルトラスーパーミラクルチーム的な存在じゃないとできないことなんですよ鹿島、はい、アントラーズ以来ですらねら、はい、2000年、うん、あのバルセロナであったりバエルミュンヘンであったりそれが何十年間に一度できるそれが三冠なんですねガンバすごい頑張りました今年、はい、でも三冠の正直器じゃないっていう印象が僕の中で否めないんで ガンマの三冠素晴らしいんですけれど J2 から上がってきたばかりのチームに三冠させちゃった J リーグに問題があるなと思います。うん、なるほど深いね J リーグの他のチームそしてガンバ大阪確かに J2 から上がってきてシーズン当初うん、うん、調子が上がらなかった時期もありました、はい、そのあたりのターニングポイント復活のポイントキープレイヤーなど伺いたいと思いますあなたはどんなふうにガンバの参観ご覧になっていますかあなたのご意見もお聞かせください亀友アットマーク mbs1179.com 亀友アットマーク mbs1179.com で亀友スポーツマンで放送中もあなたからのメッセージお待ちしています 読ませていただいた方には全員にノベルティー白ご飯にかけておいしい亀友赤紙のりふりかけをプレゼントしております。はい、それではシーマでよろしくお願いします。最初のコーナーは亀友スポーツジャーナルスポーツに関するさまざまな話題について今週の亀友スポーツライターの金子達人さんそして亀山勤さんとお話をしてまいります。はい。まずはこちらからオフも熱いプロ野球 さまざまな情報がオフに入っても入ってきていますプロ野球界ですが FA 戦線は先週は大きな動きはありませんでしたそんな中阪神タイガースは FA の最後の目玉オリックスバファローズの金子千尋投手側と接触具体的な条件を提示したことが明らかになりました球団幹部は改めて金子投手の獲得に全力を尽くす意向を示しています、うん、中村 GM について、はい、また当スタッフが 取材をかけましたお,<い>おー久しぶりだな亀山の番組か寒い中ご苦労さんだな金子代理人に提示したよとおっしゃいました、うん、さらに本人に会ってだなあこちらの熱意も話さないと伝わ,ないこと伝わらないこともあるから,ほら彼はオリックスの時に俺が取った選手だし、まあ、そういう思いもあるからな合わせてくれないかと言ってるんだけどなとおっしゃっていましたで気になる金子投手側の反応ですが中村 GM によりますと 最初の条件で上位に残れば本人と会えるってことだわ何球団かに絞った上でということだろうなまずはそこに残らないとということです、うん、代理人を立ててますので、はい、そういう感じなんですね交渉、ね、の過程としては、はい、で新聞報道によりますと阪神からの提示の条件は数パターンの案が示されており当初の3年総額15億からは大幅に上積みされ新聞市場では4年も視野に入れて 20億円以上の大型契約が準備されているということです他の球団も大型契約を提示しているとされまして年明けまでは結論は出ないと予想されています すごいね3年総額15億よりまだ上積みっていう言葉があるんですね <laughs> お金ありますねねえまあ使わなかったですからねそうですね阪神ここまで FA は言い方悪いですけど全敗、うん、に近いです、ね、悪いね非常に悪いね言い,方悪いです、はい、ただ負けて勝てむしろこの FA で大きな選手を取らなかったのがいいんじゃないかっていう見方もありますよ、うんうん、そうですねまあ難しいかもしれないですけど超大イガース的な理想で言うと 最後の最後に金子君が取れて鳥谷君が残ればもうそれに素晴らしいことですよ。厳しいと思いますよ。これ亀山さんの頃って FA なかったじゃないですか現役のはい。でもちょっと想像していただきたいんですけど若手阪神のこれ結構来るな来るなって思ってますよね思ってましたよね中島選手だとか話題に上がってた時そうですね。で来ないことが決まった鳥谷選手も今微妙これチャンスタイムって気合入ってますよね。 このオフはだからもう若手はイベントとか出てる場合じゃないんですよ。飲んでる場合でもないですよね。<laughs> 飲んでる場合でもないですぶっちゃけで言うと。高校も行ってる場合でもないですよね。2月にはおおって言われるような選手として沖縄にいなきゃいけない。で来年がやっぱりもう15年度がばしっと結果出さないと、うん、やっぱり補強しなかったらだめだったなってなると間違いなくり戻しますよね16年目はきつい補強が来ますので、うん、そうなるともうレギュラーになるチャンスは。 15年取れないやつはほぼ皆無に近いと思います。ラストチャンスですね。はい。ぐらいのつもりで、こう。がっつか、まあ、言葉悪いけど、がっつかなあかんですね。阪神ファンの金子さんご自身も、むしろ FA ここまで負けて良かったと。僕は正直野手の FA に関して言うと。うん、もう負けろと思ってました。<laughs> いらんと。<laughs> ーー <laughs> 念を食ってたぐらい。はい。<laughs> で、特に。ね、福留選手、昨日、去年。 後半盛り返しましたけど、はいはい、アメリカ帰りの野手の方っていじゃないですかそうですね、うん、野球がまた違いますのでね違うし、はい、で結局向こうで地震というかプライドをへし折られて帰ってきてるケースが多いでしょなのでもう以前ほどの爆発力のない選手がほとんどじゃないですか確かにそうですね 中日の山井とかそれからロッテの成瀬名前が挙がってましたこれ取ってもよかったかなそんないくらでもいてもいいかなピッチャーはちょっと別ですか亀山さんはどんなふうにご覧になりますかピッチャーと野手はい同じですかやっぱりピッチャーは何人いてもいや何人いてもいいですけどだからこれも含めて若手ですよここももうここも6枚目がっつかなあかんですね先発の6枚目はい えー、岩貞っていうのがいるわけでしょ、うんはい、結局、うん、そこに、えー、誰だ右も秋山くんとかそろそろ出てきてくんないとね,ね、まあ、今年は中継入りましたけど西内くんとか、うん、だから候補生はいっぱいいるんですよ、うん、その辺も含めてですねもう本当によだれ垂らしながら練習するぐらいのつもりでいかないとですね <laughs> はい 僕はあかんと思いますよねその金子投手をめぐってオリックスバファローズは残留への手応えを感じている様子です実は今日の午前中の m b s ラジオ上泉雄一のエーナーに森脇監督が生出演してくださいました、はい、およそ1時間にわたって熱く語っていただいたんですがその中で金子投手について うちのスターターの軸になる選手私がどれほど信頼し来年に向けて期待をしているかもうそれは語るまでもないでしょう,うそして彼にも当然伝わっていると思いますとおっしゃっていましたう<ー>そうです、ね、これはなんかこう中村 GM が俺のがオリックスの時に取った選手だっていうのよりもさらになんか濃い感じはしますけどね強さが亀スポーツマン時からもまままだだ続きす亀松の「亀友スポーツマンデまだまだー」お送りしています。 オリックスバファローズの補強については亀山さんも先週までもう熱く語ってましたよね、はい、とにかく金子残ってくれとといいうアピールがすごだから野球選手なのによく食べ物とか陸上の部例えますけど、はい、もうアンカーボルトしかいませんよと、うん、そこまで世界記録のタイムで回ってきますので、はい、さあ、金子、あとの100メートル、まず走ってくれという状況まで。 きちっと補強しましたよねブランコも取った、はい、小屋野も取った、はい、もう野手陣盤万弱、うん、ピッチャーも残ってるいい契約結びました、はい、あとは君が残るだけで優勝するよ、うん、とそうですいうことですねで,す、はい、で契約公開終わったのが糸井義男選手です亀友にも出てくださったことあります、はい、本人曰く金銭とは別の自分の契約とは別の大感激したオファーを受けていたことが分かりました 契約公開終了後神戸で自主トレ中だったあのイチロー選手の練習を見学したそうなんですが糸井選手、イチロー選手本人から自主トレたまにおいでよと言われたというんですね首位打者おめでとうともコメントを頂い,いたということでその時の感激の思いを糸井選手はもうドックンドックンすよ涙ぽろっぽろもうやめてもええわと。 独特のコメントで表現されました。<laughs> <laughs> これ新聞主張でもう少しマイルドな表現だったらしいんですけど、はい、うちのディレクターが直にその場で聞いてましたので間違いないそうです。やめたらあかんよトレーニング一緒にしてくる。イトウ選手、例年ン弟トレはホースクスの柳田選手だと浜松で行うのが恒例となったんですが高齢となっているんですが一郎さんから誘われたことでそらもやりたいっすよバッキバキじゃないですか聞きたいこともたくさんありますしねぎゅいぎゅいん。 え、あ、テンションですよ。テンション、わかります。もうガンガン上がりますよと。参加を。前向きに検討している模様だということです。<laughs> いや、これ糸井選手もそうですけど、柳田選手も結構パワー系のプレイヤーですから。うん、これが、一郎君からいろんなこと聞いたら、うん、さらにこう。スキルアップしそうな気がしますね。相手からすると、ややこしい選手出来上がりますよね。そうか。自主トレ中から、はい、そのリーディングヒッター、首位打者を取るような選手の。うん 技を盗むことができるわけですよね。はい、ねええー、ますます注目のオリックスですが、やっぱり元に戻りますが、金子同士の動向が最後の残った一ピースということ。になるほど、いや本当そうですね。う、はい、変わってまいりましょう。サッカーです。就任を発表。 亀友森島博明さんがアンバサダーを務めるセレッソ大阪は来シーズンの新監督にブラジル人のパウロ・アウトゥオリ氏58歳が就任することを発表しました契約の期間は2015年2月2日から2016年の1月1日まで母国のブラジルで数多くのタイトルを獲得した手腕とともに若手の育成にも定評がある指揮官新生セレッソ1年での J1 復帰を目指しますうん ガンバについては後ほどスポーツキーワードのコーナーで金子さんには詳しく伺いますがまずはこのコーナーセレッソのこのニュースについてです、えー、パウロアウトゥウォリさん鹿島アントラーズで、えー、指導者経験もあるという方なんですが、えー、金子さんはどんな印象をお持ちの方ですかいかがでしょうか、まあ、オーソドックスな監督ですよねやってるサッカーに正直驚きはないですけれども手堅く勝ち点、はい、勝ち星を積み重ねていく、うんうん、大外れがない タイプの監督かなという印象ですけどね。J2、うん、での再建のスタートとしてはまあ適任のキャラクターかなということでしょうか。まああの J1 のチームの監督やっても、ま、全く問題ないとは思うんですが、はい、J2 に落ちるチームとしては割と大物を連れてきたな頑張ったなとは思いますね。はいはいはい。 でちょっと振り返りになりますが J2 に残念ながら降格してしまう今年のセレッソ大阪ですが、はい、金子さんがご覧になってて1年間の動きどんな風に映りましたかあの序盤はこれ本当に優勝狙うなと思って見てました、うん、ただやっぱり監督選び間違えましたよね<ー>、うん、クルピさんの後任ですよね、はい、ポポビッチさん。そこはね 僕自身どうなのかな今までとは全然違いますよって言ってましたんでん案の定っていうのは正直ありましたし、ね、それとまあ柿谷君出しちゃったのは痛かったですよね逆に入ってきたディエゴフォルラン選手についてはどんな風に見てましたか結局周囲が遠慮彼のうん、うん、なんて言うでしょうね空気オーラに、うん ひれ伏しちゃったというか、誰もそれを乗り越えていこうとしなかった。うん、誰もフォルランを怒らなかった。うん、フォルランからするとものすごくこうよ。そいき扱いというか、うん、誰も僕にこう入ってこないっていう感じはあったと思うんですよね。あ,<ー>あの周囲というのは、いろんなメディアの記事なんか読むと選手だけではなくて、フロントの側も含めて、はい。 ちょっと壁を作ってしまった特別扱いしてしまったかなという感じで、ね。でもね、それは責められないです。うん、J リーグ、本当に久しくいなかったスターなんですもん。はあはあ難しいところですね。すごい選手を連れてくれば、はい、化学反応が起きていい風に進むかと思いきや。うん、逆のパターンになってしまった例です。結局だから彼が入ってきて。柿谷君も南野君も明らかに去年より僕は落ちてる印象があるんですよ。だから、まずそのイメージで言うと。その。 解釈のが全くこうやっぱり外国の方との理解の力が全く違ったというか,、うん、だから多分丁寧に扱ったつもりなんでしょうね全体周りは、うん、だからそれで孤立してるようにあのフォルラン自体は感じてしまったのかなとで彼なんかは、はい、フォルランはウルグアイの選手ですから、はい、そこからヨーロッパに行って。うん まあ南米の選手ってこういう言い方あれですけどまあ差別の対象にもなったりするわけですねはい、はい、その中でも俺が俺がっていうことで溶け込むためにものすごい努力をしてるわけですよ。はいはい、でそういう人からすると突然祭り上げられちゃった空間っていうのはものすごく居心地悪かったと思うんですよね。特別扱いはその日本側の空気で言うと ススーパースターパタだからそうしてるんだけど悪意は何にもないんですけどいんで、ね、だそのホームランサイドからしたらそんな距離置いて寂しいじゃないかという感じで取って、はいでまあ、ちょっとねあのはっきりとは言えなかったけどモリシも言ってたじゃないですかあそこには何で周りは何も言わないんだと、うん、我々には厳しいじゃないかと、うん、同じピッチに立つ人間としてはそれはおかしいんじゃないかってだから逆にプレイヤーは日本人のプレイヤープレイヤーでその違和感をどんどん感じ出して。 例えばストイコビッチなんかはそれがうまくいった典型例なんですよね名古屋グランパスのはいもうセルビアモンテネユーゴスラビアから西ヨーロッパ行って苦労してるわけですもうなかなか認められなくって何かやるとだからあいつらはってやれるそっから日本に来てもう本当にスピクシー様ってなったわけですよ彼はそれがめちゃくちゃ心地よくてもうギュイーンってまた力出したわけですよねフォルランはそういうタイプじゃなかったでもこれは着ても見ないと分かんないですからねなるほどね あのストイコビッチさんは10番ファンタジスター、はい、周りを動かす選手ですけど、はい、フォルランはフィニッシュをするテントリアですよね、はい、ストライカー、はい、そこのところの違いってありますかもちろんあると思います、はい、でもピクシーが来た頃の日本のレベル、はい、それからグランパスのレベルと考えると、はいはい フォルランの方がずいぶん楽だったと思うんですけどね金子さんがおっしゃってるのでちょっと思い当たったのが、はい、去年まででしたら柿谷君なり南野選手がゴールまで自分で行くんだという意識があったんだけど、はい、今年はちょっとフォルランが目に入ると彼にボールを渡してゴールさせなきゃいけないんじゃないかという意識もひょっとしたらあったのかな、はい、僕は強烈にやったと思いますだから柿谷君に関して言うと代表で本田君に遠慮したで自分のチームで フォルランに遠慮した、うん、それが今のスイスリーグ行ってからの低迷にもちょっとつながっっってる感じはしますね、うん、フォームを見失っちゃった、うんうん、確かにどんな形でも勝つという感じじゃなくて、はい、そのイメージ通りの勝ち方をしなきゃいけない、うん、まあまあもちろんセレジョというのもねブームになり、うん、人が入ったことによってその誰が取ってもいってんじゃないかというサッカーじゃなくてォ、はい、ルランが最後にゴールに出る 1> 1点を取りりたたいいっていうのによりのに寄すぎかなチームも寄りすぎましたし、はい、メディアも日本人選手セレッソの日本人選手のゴールじゃなくて、はい、フォルランはフォルランはフォルランはっていう見方しかしなかったじゃないですかはい、はい、あれ染まりまりすってあ確かにね、えー、フロントも刷新されたセレッソ大阪なんですが J2、うん、から J1 へ、まあ、1年で復帰することを当然目指すわけですが、はい、まず何から立て直しリビルドをしていくべきだと思いますか金子さん。 僕はやっぱり株組織の選手をやっぱ大事にするっていうことでいいと思うんですよね実は今 J1 のレギュラーメンバーの選手他の球団から引き抜きというかオファーが来てるという話が実際にあります、はい、杉本健佑選手、荻原選手そして山口蛍選手は海外以外であれば国内であればセレッソに残留というふうに表明していると伝えられていますが。うん えー、高校年代の日本一を決める高の宮杯 u 1 8チャンピオンシップの決勝がありましてセレッソ大阪の u 1 8が柏の u 1 8を1対0で下して初優勝という結果を出しました金子さんが今おっしゃった若い世代の育成、はい、この持ち上がりという部分では明るいニュースかもしれません。うん このチームのメンバーは小学生の年代から逸材ぞろいと言われてきました来シーズンからはこの年代から異例ともいえるセレッソは大量の5人がトップチームへの昇格すなわちプロ契約を決めているということです、うん、1>, 1年に1人も上がるのが認められないこともある中で5人というのは非常に多いんだそうです ジェズ降格によりチームの顔ぶれが変わる可能性は高いんですが逆に言うと新しい若いスターが生まれる可能性ももちろんゼロではありません。うん、下部組織を束ねる宮本強化本部長はトップは残念でしたが自分たちの方向性は間違っていないと思います。今回の決勝で勝でで利した子たちがいいずれ長いでシャーレ すなわち優勝杯を掲げる日が来ることでしょうサポーターの皆さんも安心してほしいと思いますと自前で育成してきた選手たちへの手応えを語っていました、うん、セレストの強みはこういう若い育成部門がしっかりしていることとずっと言われてきました、はい、でプラススターが必要だということでフォルラン取ったわけですけれども、うん、もし来年以降 J1 に上がって それから J アアリウグ外資解禁なんて話もありますんで、はい、お金の面でもしかしたら劇的に変わってくる可能性もある、はい、そしたら香川真嗣取りに行ってほしいですねあ<ー><う>そこなんですよね、はい、ものすごく気になる香川真司選手のニュース、うん、ドルトムント復帰最初はすごくよくって、はい、と思ったんですが僕はもう彼は本当に大爆発するって確信してましたけど、うん、まさかチームが。 これセレッソの失速以上の事件ですから、ドルトトムンのの今だから香川選手だけじゃないですもんね、はい、一体ドルトムント全体はどうしちゃったのかっていう話なんですがあのエリア一体が呪いに包まれた感じがありますよね <laughs>、あのー、詳しく見ていくと、ですねはい、はい、前に攻め上がってくる上位チーム相手にはそんなに悪くなかったんですが、引かれちゃうと全然ダメなんですよ怪我人も出ましたしね。 これは香川選手当然ドルトムントで頑張るというのがまず最初のテーマだと思うんですが、はい、セレッソに戻ってくるというのも金子さんは一つの選択肢として、まあ科学の選択肢にはもちろんそれないでしょうけれど、はいうん、でも J が本当にこれから世界的なリーグを目指すんであれば自国のスーパースター取りにいかなくてなるど、ねうん、金子さんご自身は今のドルトムントに続けるのと J2、うん、に降格しましたがセレッソに戻ってくるのと。 どちらが香川真司、真司選手ご本人のためになるかなと思いますかまあ、あのドルトムントでも出番はあるでしょうから、はいで、チャンピオンズリーグまだ残ってますんで、うん、あと1年はドルトムントでやるのは、僕、もちろん OK だと思いますけれど、うん、J に帰ってきて、セレッソを優勝させるっていうことを経験してほしいって気がするんですよ。<あ>っていうのは、はい、彼にしても、柿谷君に,にしても、チャンピオンになった経験ないでしょう。 上に上がってくるでマイナスだと思うんですよね。まあちょっとその辺僕の無知でなんで申し訳ないんですけど、そのカガくん日本にっていうことで言うと、はい、サッカーのその海外の契約で言うと、はいい、元々いたチームに戻らなきゃいけないっていう契約が全然ないですよ。だから日本全体のことを考えたら、はい、重賞やり損ねた裏割れつとかいるわけじゃないですか。はい、あそこはドカーンと行ったら、はい、それはカガくんが裏割でも問題はない。問題ないです問題ないです。なるほど。だから今後そういうこともたくさん出てくる可能性は。 ありますよね、そうなって特に今中東のオイルマネーダ、うんはい、ーンって暴落してる、はい、ロシアマネーもう価値半分以下になってしまった、はい、ヨーロッパのサッカーを支えてた2大マネーがヨレヨレになってきてるんですよ中国もきっついことになってきましたよね、はい、ジャパンマネーの価値ってのは相対的に上がっていく可能性ありますんで、はい、競争力出てくるはずなんですよ、はい、そしたらまず日本のものを取りたいと僕は思うんですけどねなるほどね、うん さっきのフォルラン選手の話とちょっと関連しているような、はい、フォルランではなくてシンジ・香川という話にもななってくるかなと思います、うんうん、もう一ついきましょうサッカーの話題です。 挙手はどうなるサッカー男子日本代表チームが揺れています日本サッカー協会は東京都内で評議委員会を開き、えー、日本代表のハビエル・アギーレ監督が八百長に関与した疑いでスペインの検察当局から告発された問題について会長が協会側の対応について説明をしました終了後に会見した原専務理事によりますと会長は 監督の件でお騒がして申し訳ないと陳謝現状を伝えたということです評議員から質問は出なかったということで原宣務理事は理解してもらえたと感じましたとコメントしていますうん。ただ鎌本さんあたりはだいぶ噴火してたというメディアのニュースも見ましたが <laughs> どうなるかということですよね、えー、来月開幕のアジアカップでアギーレ監督が指揮を取ることは規定路線ではありますただ今後スペインで仮に 起訴されるようなことがあると解任せざるを得なくなるという見方も出ています任命責任について教会幹部は交渉の過程では全く出ていなかった話調査をするのも難しかったとし責任はないという考えを示していますねえ金子さんどうなるんでしょうかどんな風に見てますかこれはまずあの教会の任命責任問う声ありますよね、はい、僕これはナンセンスだと思います うん、だってこの監督が八百長してたかどうかなんていうのは亀山勉が宇宙人かどうか調べたかっていうぐらいナンセンスな <laughs> ありえないすあの前提ですから。<laughs> はいはい、そもそもその時にはあの煙も。 日も出てなかった話でではあるんです、ね、でもう一つ言うと彼メキシコ人ですよね、はい、スペイン人でスペインリーグでメキシコ人が八百長を主導できるわけないんですよ。はははやったとしたらもうスペイン人のそれこそマフィア系の人間であったり、はい、不動産関係ビッグマネー持ってる人たちが自分のチーム持ってて、はい、いろいろやってそこに巻き込まれたという形でしかないと思うんですね。なのでアギーレ監督も気の毒だと思いますがまあ確かに、はい、あのー。 八にに関与してたとというこそれはしょうがない。なるほどでもそのことによって日本サッカー協会の責任を問うっていうのは、まあ、僕割と協会にはきついこと言ってる人間ですけどはい、はい、総理大臣の任命責任と違うわけですよ。はい、総理大臣は一番上でその権限を持って、うん、あの下の人間を選ぶわけですよね。協、はい、会と監督っていうのは対等ですから。はい、教会はこっちを 監督を根踏みする監督がもう日本という国を根踏みする、うん、それでビジネスで手を握るか握らないかで一方が八王朝を隠してたというんであれば、はい、日本サッ協会は被害者であって、ね、問われるべきは罪じゃないあと基礎になると長州があるのでスペインに何回か行かなきゃいけないだろう、うん、その点でもう一層解任という話が出てるわけですが、うん、原則で言うと 裁判で罪が確定するまでは無罪なわけですから、うん、推定無罪で疑わしきはっていう話ですよねはい、はい、おっしゃる通りですよねはい、はい、でここもすごく僕は残念だな,なと思うのは、うん、日本代表監督を解任しなければいけない起訴されたらなぜかスポンサー離れがっていう声があるわけですよあそっちですか、ね、これはね<ー>代表監督の人事にスポンサーの存在がとやかく言われるのは <laughs> 世界広しというどもこの国だけでしょうね<ー>うんざりしますそれは。 昔からよく人材について言われることがどんなに性格悪いやつでも行いが悪いやつでも才能があるやつだったらがんがん取れと逆に善人でも才能ないやつは何の役にも立たない特に戦争においてはという話がありますアギーレさん罪人って決まったわけではもちろんありませんがやっぱり能力という点に一番重きを置いて僕はもうそれ一点でいいと思いますけどねやっぱり一点だけで構わないと。 勝たせることができるのかどうか、それだけ。僕はだから、あの美しく勝ってもらいたいんで、そこを一に置きますけれど。はい、あの勝負が第一だっていう方がいても、もちろんいいですし。うん、アギレ監督読んだら、まあ、そこでしょうから。テーマ、その何年か先に、あんなことあったけど、うん、よかったねって言えれば、一番いいですもんね。うん、しかもね、あの、はい、アギーレが問われてるのは。あの、まあ、勝たないと残留できないっていう試合の八百長なわけじゃないですか。はい、つまり、試合に勝ちにいってるわけですよ。はいはい そこで負けて金をもらったっていうのはこれ最悪の八兆ですけど、はい、勝ちに行くために対戦相手をオーナーが買収しようとした、はい、これ買収っていうのか相手チームに勝ったら、うん、あのーボーナス払うよってこれよくあることなんですよ。あ,あります監督賞とかオーナー賞ありますよね。はい、これは非常に限りなく白に近いグレーだと僕は思ってるんでそうかそういう見方もできないわけじゃないですよね。はい かしいいなこれ何の縁も怒りもないですけど騒ぎすぎかなという気がします、うん、僕ただニュースがないので、はい、一応各紙などは騒ぐと言ってはあれですけどもニュースは載せます、はい、公認選び水面下で進んでいるとされています、はい <laughs> ワールドカップ終了から時間が経っていますフリー現在所属先が決まっていない監督の人材というのは限られております、うん、しかも日本サッカーに精通する人物となると何項目を予想されておりまして今のところ最有力とされているのが前名古屋グランパス監督のあのストイコビッチさんはい、はい、世界的にも知名度が高い本人も前向き、うん 同じくフリーでいる方で言うとカシマアントラーズでプレーした元ブラジル代表のレオナルドさん、うん、同じくカシマでプレーしさらには監督経験もあるジョルジーノ社ブラジル人ですね、はい、こういった名前も上がっているということです <laughs> もう笑いが止まらないあのね、失笑の金子さんですあの任命責任問われるのはそれ教会かわいそうだって話は今言いましたけれど、はい 次の監督選び日本サッカーに精通する人物って言い出すとおいおいじゃあなんでアギーレ呼んだんですかとうでザッケローニ呼んだんですかと精通というにはちょっとめちゃくちゃですよねもうこうなるとねどちらかっていうと日本サッカーに新しい風を入れたくてザッケローニさんやアギーレさんを呼んだわけですよ僕はそう思ってましたはい僕はそう思ってましたんでいやいやここで日本サッカーに精通する人物って言い出すっていうのは それ何だったんでですか今までのってこ,とにこ,こ,ここで変わってしまうと時間がないという解釈ではないんですかいやこれは本当にデイリースポーツに勝を入れてもらいたいぐらいブレブレレですよね <laughs> <laughs> デイリーさんだけなのか分かりますがで日本人のサッカーに精通していると言いますと、はい、じゃあ日本人の監督さんはどうなんだっていう、うん、当然ありますよね。うんうん、ウランパスの西野さんガンバの長谷川健太さん広島の森保さん、うん、さらには松本山,山賀の反町さんなど。はい 再でありますがで特に選手の駒を考えると2連覇してる森保監督って、はい、えらいいこっちゃすごいですごでよほうほうほうそっちにむしろスポットライト当てた方が納得できるんじゃないかい、はいうん、でしかもねポイチ君お給料安いですし、はい、アギーレ監督に払ってるのだったらポイチ君三3人か4人雇えますからねポイチ君ってあの森保監督のことですけど。はい、はいはい、いやいや それをなぜ考えないのかなっていうのも思います日本に精通してるなぜ外国人なんでしょうってあのストイコビッチねピクシー僕結構仲良しですけどレオナルドにしてもジョルジーニョしてもワールドカップの監督やったことないわけですよそこですよね、はい、ザッケローニさんで良くなかったのは経験がないから本番でバタバタしちゃったとで、はい、アギーレさんを呼んだわけですよね樋口これあの繋がりあるじゃないですかはい、はい、そこからピクシーってめちゃくちゃだと思いません樋口、うん、僕もピクシー好きですけど ちょっと違いますよねそこはブレブレですよこれだか <laughs> もうそれを聞くとまああのー、金子さん言ってたもうスポンサーの顔色ぶつか,かってるように見えますね、はい、ストイコビッチってなるとハンサムだし、はい、うんでアギーレさんへのノルマと言いますか今後の見通しです、うんはい、アジアカップで優勝できるかどうかというのが一つの資金石とも言われてますが、うん、金子さんはどのあたりまでの成績を期待しますか。 まあ正直、韓国も中国もオーストラリアも代表チーム僕落ちててるるなって印象あるんですよあーあのオーストラリアに関して言うとこの間、日本とやったときに生まれ変わり中っていう今までと全く違うやり方やってるなっていう印象あるんでこれから強くなっていく可能性ありますけれど、はい、現状、選手の駒考えると、まあ、日本がチャンピオン本命だと思うんですね。はい、はい でこれで負けたらクビっていうのは僕はありだと思いますけどね。そっちの問題ではなくてあの。勝たせる監督を呼んできたわけで勝てなかったらクビっていうのはシンプルでいいと思うんですけどね。はいうん ここまでの実績で言うとどうでしょうかもなく不可もなくなのかよくやってるなのか <laughs> 100点満点で60点ですねあ大学でいうとギリギリかがもらえるぐらいですか、ねはい、C って感じですね C ですか <laughs> やっぱりアジアカップそうなると結果ですね重要ですねやっぱりそこはでねアジアカップってコンフェデレーションズカップへのチケットもこれかかってるわけじゃないですか<ー>日本代表としてあの大会に出られる出られないって やっぱり大きいと思うんですよね。うん、ワールドカップを前にして世界規模の大会競合と戦える貴重なチャンスですよね。コンフェデは。あの以前に比べると海外でプレーする日本人選手増えてきましたから、以前ほどの重要性はなくなってきてるのは事実ですけれど、それでも国内でプレーしている選手たくさんいるわけですから、うん、出るに越したことはないですよね。うん、はい。もう一つ行きましょう。ラグビーです。決勝。 ラグビートップリーグ第2ステージは第4節が行われ、亀友大畑大輔さんがアンバサダーを務める神戸成功コベルコスティーラーズはヤマハ発動機ジュビロと対戦40対10で勝利しました。これでスティーラーズは第2ステージの戦績を2勝2敗、勝ち点14とし、パナソニック、サントリー、東芝に次いでプレイオフ圏内である4位に浮上しています。第2ステージはあと3試合を残しており、スティーラーズは NTT、トヨタ自動車、キャノンと対戦します。 うんえー、亀山さん、ファーストステージは順当に抜けてきたスティーラーズだったんですが、はい、ちょっと苦戦が続いてきました、はい、ここからという感じですよね。 ただも一応県内には入ってきたわけですよね。首位、ねはい、を走っているのはパナソニックです日本代表のウイング山田昭人選手29歳が世界最高峰リーグスーパーラグビーのオーストラリアウエスタンホースと1年契約を結んだというニュースも入ってきています、うん、山田選手、海外に挑戦したい気持ちは前からありましたラグビーの理解力やウイングとしての力すべてを学びたいですねと抱負を語っています。 パナソニックには2013年に日本史上初めてスーパーラグビーに参戦したスクラムハーフの田中選手そして続いたフッカーの堀江選手も所属しています同僚が世界で活躍する姿を目にしてぐっと行きたい気持ちが強くなったということです来年9月に開幕のワールドカップイングランド大会に向けてさらなるレベルアップを図っていいくととうことです、うんうん、彼と僕飲んだことあるんですけど賢いっすよ。 それはそのお勉強ができるという賢さだけではない、ね、いやいやもう打てば響くタイプの、うんうん、そうかラグビーってその場その場の判断力アドリブ力が大切ですもんねで彼ねラグビーやりながら他の競技にも挑戦したりもしてたわけじゃないですか<お>、はい、まあだから本当に好奇心も旺盛ですしスポーツライターと話がしたいって来るわけですから僕のところにへえ<ー>なかなかいないタイプですよねアメフトですよね、はい、やってたっていうのはその似て非なるスポーツ全くただ アメフトやったことでいろんなものが見つかりましたって目キラキラさせて話すわけですよ。はあはあ、なんかスポンジのように今いろんなものを吸収できる、うん、そんな才能の持ち主ですよね、はい、亀山さん野球もですね、はいまあ、古くはマッシー村上さんですが、はい、野茂選手が扉をこじ開けてからちょっとステージ変わってきた歴史があります。はいはい、ラグビーももまさににそそそんな感じでででしょうううかねそうですねすす昔はもう本当に野球もそうですけどあの 多球団ととと合同ででトレすするここもなく自分ののチームの先輩後輩後ぐらいですよね、うん、今はだから他球団ともその交流しながら技術を教えてもらい先の糸井選手じゃないですがはい、一郎選手とやることによってとかまあ、しては多分今違うスポーツ、うん、ともそういう一緒にやろうよみたいな檜山選手だったらやっててまあゴルフだね、うん、いろんな人が集まってやるとまたその世界で違うアイディアってのも出てくるでしょうし。うんうん どん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 だから頭の中はそのシャープになっていってるんだろうなアスリートは、うん、っていう気がしますだから野球なんだけど野球だけの頭じゃないというか、うん、いろんなとこからいいものを持ってきてオリジナルの形ができるような今は環境があるなっていうの正直僕もありますねだから賢くないと今からなかなかトップアスリートになっていけないんだろうなっていう、うん、それができることによってはまあどんどん各スポーツが世界に羽ばたいていってるんだろうなと。 体力だけではなくて、知性もいると。はい。だから、それはさっきも言いました。学校のお勉強という意味ではないですよね。そこは。一番亀山さんご自身が吸収する上で、大切な学ぶ力っていうのは何でしょう、ねはい。僕は一番は好奇心だと思いますね。ねあ、はあ。全く同感です。うん、うん。あの、自分が見たことがないこと、やったことに対して。うん、嫌悪感を示す人ってのも、これ確実にいるんですよ。はい、伸びないですね。うん、うん。自分が持っているものを磨くっていうパターンもありますが。はい、やっぱり。 壁を突き破る一個上に行くにはそこを乗り越えるだけのバイタリティが必要ですもん、ねはい、亀山さんもやっぱり好奇心これなんだろうっていうところが一番大事だやっぱり好きでしたねいろんな人に話を聞いて、まあ、いろんなアイデアをあサッカーとはこう考えるんだなとかまあその時は頑張る長島さんだったりでしたけどなんで行かないんですかゴール前ばっかり立ってとか、うん、<laughs> それで旬をけばいいんだよとか、ま、た全部100%じゃなくてもいいってまあヒントですよ。 ここっていう時に100%で動ければいいっていう自分たちが野球してても1回から9回フル,フルで走ってたら絶対疲れると、うん、確かに、はい、今でも亀山さんあれでしょう娘を女子アナにするためにどうしたらいいんですかってアドバイス聞きに行かなきゃいけないですよね <laughs> そうですすねぜひお願いいいいしまややや まだだいぶ先ですけどただもう我々まだ好奇心失ってないでしょ我々はもう今運動はしてませんから新しい日本酒見るとすごく好奇心が確かに試してみようってねおすすめ何ってこれ何って言ってますよ大事です以上カメトモスポーツジャーナルでしたはいこちらのスポーツはどうなってるんでしょうね黒船襲来という記事ですバスケットボールの問題です FIBA 国際バスケットボール連盟は JBA 日本バスケットボール協会が国内統括団体の機能を果たしていないとして日本の加盟資格を停止 国際活動の参加権利を剥奪しましまた今後は FIBA が日本2024バスケットボールタスクフォースという委員会を組織しバスケットボール界の改革を主導することを決定しましたこのタスクフォースには JOC 日本オリンピック委員会の幹部も加わる予定ですが JBA としては国際バスケットボール連盟によって事実上解体される見通しという見方が広がっています。 でこの JBA 緊急の常務理事会を開いて通告の内容を確認しましたえ丸尾会長代行は選手の皆さん関係者に深くお詫びを申し上げたい何とか早く解決することが我々に与えられた使命ですと謝罪しました、うん、また文部科学省の幹部によりますと改革で主導権を握っていくのは FIBA つまり国際バスケットボール連盟戦後のアメリカ GHQ の統治下の日本のように協会は言われるままにやっていくしかないだろうと話しました、はい、でそもそもの問題は今年の5月14日この FIBA が JBA に対し日本は国内のトップリーグが2つ 並存している二つあるじゃないか、はい、この状況が今年の10月末までに改善されなければ資格停止処分をするよと通告してきたものですうん、うん、現在日本の男子のバスケットボールにはトップを称するリーグが NBL と BJ リーグと二つ存在していますもともと日本のバスケは1967年に日本リーグとしてスタートしましたが90年代に入ると不況の影響で実業団チームの旧配部が相次ぐようになりました でその頃からバスケットボールに限らず実業団リーグが各スポーツで行き詰まりを見せるようになる企業がスポーツを支える時代は終わったと言われ始めました、うん、でどの競技もプロ化を模索し始めましてそんな中当時2部リーグに所属していた新潟アルビレックスと所沢ブロンコスが行動を起こしましてこの日本リーグを脱退自分たちでプロリーグを作ることにし2005年に BJ リーグがスタートしました。 そんな BJ リーグに対し日本バスケットボール協会としてはどんなに良い選手がいても BJ の選手からは日本代表には選ばないという対抗措置を行いまして非難を浴びたこともありましたただ BJ リーグの方も各チームが努力を続けまして J リーグのようなサポーターにあたる熱烈なファンブースターが育ってきています沖縄のクラブ BJ リーグの琉球ゴールデンキングスなどは今シーズンの観客動員数が10万人を超えています あの亀山さんと沖縄に行った時与那嶺選手に取材をしたこともありましたよね。で、プロとして発展してきたという自負を持つベ BJ リーグ側も簡単に妥協、つまり全部条件を丸飲みして統合するという意思はないと言われており、協会としては非常にハードルが高いと、行く性が案じられているところです。はいということで、もうこれは選手が一番振り回されるわけですけど、うん、どうですか、これ、金子さん。 これね、一歩間違えれば、J、リーグもこうなってたんですよねはいはいえそうなんですかいやもう間違いないでしょう、うん、企業名外したくないっていう、うん、ははは一番のネックバスケットボールでそこが一つと言われてます、うんはい、で結局 J リーグができて20年経ちました企業 が支えていく日本のスポーツの状態っていうのは変わってないんだなっての思いますよね。J リーグも発足当初は日産マリノスとか読売ベルディとか言ってましたが外しましたよね、はい、途中で。ですよチェアマンの、うんはい、でそのことによって独裁者って言われましたけれども、はい、だから今の J リーグがあるっていう部分が。でバスケットボールに関して言うと独,独裁者が現れなかったということですよね。リーグ からすするると統合飲飲みたくても飲めない部分もあるわけですようん、うん、っていうのはなんでここまで BJ リーグがたくさんチーム増えたか、うんはい、年間2億から2億5,000万あれば、うん、チャンピオンを狙える規模だからなんです。はははでこの2億から2億5,000万であれば、はい、例えば青森であってもチームを自前で支えられるんですよ。うん、なるほど。今青森にある BJ リーグの社長さんやってるのは元銀行員で、はいはい、サッカー大好き人間。 なんですけれども、<laughs> はいはい、J リーグだと強くなるためには、はい、ある意味青天井でお金必要でしょう。うね、あなるほどね。はい、はいはいはい。B.J. だったら2億から2億5000万で、うん、それから強度のなんでしょう物産品も宣伝できる。<い>もう本当に活性化には一番コストパフォーマンスが高いということで B.J. リーグ手を挙げられて今やってるんですけれど、はいはい、これは企業入ってくると当然2億5000万であって。 まるで立ち打ちできないわけですよね、うん、そこはあれですか BJ の方は選手の年俸とかも含めて今均衡が取れてるバランスが取れてる状態にあるあのサラリーキャップははめてますからあチーム全体としての年俸の総額、はい、はめてるんですか、はい、上限をなのでもしじゃあ3億から三億五千万持ってるチームがあったら選手のギャランティーはともかくとしていろんなとこにお金かけられて、はい、アドバンチページバーンって掴めるわけですだから沖縄のような 経済的にはもう本当に最貧権に近いところでもうチャンピオンになれるわけですよ。はいうん、でもは企業入ってくるところアウトですからね。十、ね、万人でしたっけ。はい、沖縄は。まあ試合数多いですけどね。たま、はい、ただまは、ね、すごく。そうやって、日本だって何、我々の時は。あれバスケットの漫画なんだったっけな。スラムダンクか。スラムダンクで。最近は黒子のバスケだっけ。<laughs> 黒子のバスケバ。名前は全部読んだことないんですけど、まあ、そうやって、子供の時からやってみようかな。我々はこれはドカベンで育ってましたよ。はいうんね ねえサッカーしてる人はキャプテン翼みたいな、はい、土壌があるだけにやっぱりこうオリンピックであったり、うん、世界へ行くっていうのがきちっと早くね、うん、形になってほしいなとはそうですねだから国際バスケットボール連盟の方も、はい、日本ではそんなに世界への道っていうのが注目されてないかもしれないけど、はい、その競技人口としてはすごいんだと、うん、どの中学校あるいは小学校にもバスケットボール部あるだろうと。はいはい、これだけ裾野が広かったら、うん 中国や韓国も含めてアジアリーグだって夢じゃないと、うん、もっと早くこのマーケット市場としての 規模を整えたいという思惑もあるみたいですなるほどねなので独裁者が生まれなかった分黒船から独裁者が降りてきたってことになるんでしょうねは<ー>なんか日本の歴史のなんかカーボンコピーというかだから GHQ っていう言葉使ってるから、はい、マッカーサーが来たわけですねカーさん金子さんどっちがいいと思います <laughs> <う>独裁者が出てきて自前で改革するのも道の一つですけど GHQ も致し方なしでしょうかどうでしょうあのー、バスケットボールうん 日本人の身長で果たして世界と勝てる時が来るんだろうかうこれがあの来るっていう前提に立つんであれば、はい、この GHQ に全面的に従わなければいけないと思うんですね、はい、世界の道保たなければいけないからで BJ リーグっていうのは世界に全く繋がってないんですでも見てて楽しいんですよ、はい、ショーとししててどどどどんどんんどん成熟してきてるからてで駅伝って全然世界繋がってないじゃないですか、はい、日本独自のほとんどでも。はい お客さんいるわけでしょそういう道を目指すっていうのも僕はあっていい気がするんですよね。見てまうじゃないけど見てるよね正月もサッカーは J リーグができてワールドカップへの道っていうのができてさらに人気が加速しました日本のプロ野球もいややっぱそういう世界の道いるじゃないかっていうんで WBC どこまで成功したかっていうのは実は道数ですけどメジャーにね行く選手っていう世界に見せられた。バスケットボールは 世界への道を見せるのが今のところものすごく難しいじゃないですか、うん、そこをどう考えるかですよねタブセユータ選手なんていうまあフロンティアもいましたけど、はい、タブセが全員でチームできるかタブセが5人いたら勝てるかって言うとそうではないですもんね、うん、でも 実は道はつつじゃななくて2つあるといいうののが金子さんん見方、はいうん、どっちを選んでも変わらない要は僕は世界を目指さなくてもバスケットボールをやる環境、うん、バスケットボールって楽しいんだって思ってくれる人がたくさん増えるっていうのが一番の勝利だと思うので亀山さんは、まあ、少年野球を率いて世界一になったご経験もありますし、はい、世界とのつながりも大切だし地域で愛される野球チームっていうのも大事、うん、両方見てこられましたもんね。そそうですねだからそれが昭和、うん クセの時点でも世界がある、うんうん、その先にはメジャーリーグっていうトップがある、うん、そこまで向かっていく道はありますよと、はい、あとは自分で自分のその,描く夢の追いかけ方で頂点目指してくださいいねっていうだだけなんですよ、うん、だからそこが沈みがあるとやはり、うん、やろうかなやってもあそこではできないもんなってなってくると意外に自分の技術以上にこう。 がが折れるる可能性高いような気がするんですよねでも選手たちは今やってるプレイヤーたちは当然世界への道閉ざしてほしくないと思ってるでしょうね。うん、あの特に JBL でやってる選手は BJ、はい、でやってる選手はそうでもない部分あると思うんですよね。はいうん、俺たちはこのフィールドで全力や,、はい、やるんだとでこれで GHQ が独裁性発揮したら BJ リーグの大半潰れることになるんでそれをどう考えるかですよね。うん、あなるほどねままだまだ いろいろな問題があると思いますけど、はい、まあとにかくいい方向にね、バスケットも進んでほしいと思います。以上、上松とぶの,のちょっと画面でした。今週のゲストはスポーツライターの金子達人さんです。今日は金子さんにガンバ大阪三冠への道。 ガンバ、J ・リーグ制覇、そして天皇杯、ナビスコカップも制,制覇した。参加についての話を伺います。はい、冒頭でもありました。二千年の鹿島アントラーズ以来の開挙ということで、十四年ぶりなんですが、うん、金子さんの冒頭の発言に、早速、リアクションのメールをいただきました。はい、イクノクのラジオネーム、黄昏のダダ星人さん、男性の方です。J－I に上がってすぐにガンバ、ガンバが J－I の優勝。そして、参加を取ったのは、確かに素晴らしいが。 j1 の他のチームもちょっと情けないとおっしゃっていました。はい、私も同感です。浦和<ー>レッズも競技は違いますが、ソフトバンクホークスのような粘り意地が欲しかったです。そう思いませんか？という風にいただきました。いや、本当にそうです。あの多分世界広しというのも j2 からあの2部リーグから上がってきた。チームが3冠やったのって。はい ここだけだけと思います年以上ののののサッカーの世界の歴史の中で、はい、ただここ J リーグに関してはここ何年か昇格してきたチームが強くないですかあのそれはつまり J リーグが身の丈に合った経営っていうのを、はい、J リーグ側から強要されて、はい、大物選手取らなくなって、はい、スター全く不在の、はい、ある意味どんぐりの性比べ、はい、例えばスペインリーグですと、はい、年間予算が200億300億のチームと20億、はい のチームが一緒のリーグにいるわけですよっていうことはもう J リーグないですから、はい、ちょっといい監督がいれば頑張れちゃううんそれは J リーグの魅力現在の J リーグの魅力であり、はい、残念なとこでもありますよね樋口これ難しいですねさっきお話ちょっと出ましたサラリーキャップ、はい、選手の年俸の総額に上限を設ける、うんはい アメリカの NFL アメリカンフットボールなんかだとそれが定着しててどのチームにもある程度平等に優勝のチャンスが開かれて非常に面白いただリーグ全体の世界に通用するレベルというとサッカーはそれでええんかっていう話ですよね NFL はもうアメリカ完結型のスポーツですからいいんですよなるほどサッカーはギャラクシーチームがなくてどうするんだという面もありますななくくててももいいいいんんでですすよけれど海の向こうに ご近所にギャラクシーチームが出て買い漁り始めたらどうするんですかって話ですよね<ー>例えば中国、はい、どうなるかはい。えそんな中ガンバの参加についてなんですが J リーグで優勝するナビスコカップで優勝するそして天皇杯を制覇する日程も過密になりますやっぱり大変なことではあります、ね、いや、すごいことですね、うん、特にあのターニングポイントになったのは一巻目 はい、ナビスコカップだったと思うんですけれど、はい、前半途中で0対2ですよ、はい、そっからの大逆転ですからで0対2になった時に僕これもロ04、05までいくなっていうぐらい力のさ、はい、歴然に見えたんですね、はい、それをあのひっくり返し方っていうのは、うん、長谷川監督神入ったたなと思いましたねそれでやっぱり J2 に落ちてる時に厳しい戦いを強いられてシーズンを戦ったっていうのも 強みなんですかねまあ,まあまあまあ強みですけど強みってまあ監督は言うでしょうけれど、うんはい、僕は身も蓋もないことを言ってしまうとシーズン途中に取ったパトリックっていう選手が、はい、あの今の J リーグでは別企画だったったていう<ー>とにかくそのパトリックっていう選手に長いボール入れとけば、はい、ほぼ。 勝ってくれるわけですよ。まあ体もでかいしキープできますわね。もうそれがすべてでした。ガチッとハマったんですね。戦略にでもパトリックっていう選手、世界中誰も知りません。で14年前、カシマントラーズ参観しました。その時の中心選手ビスマルク、まあ元ブラジル代表ですよ。で小笠原くんがいて中田浩二がいてもうキラ星のごとく日本のスターも揃ってた。それで参観なんです。なるほど。 パトリック・リンス、はい、いい選手ですよ、はい、それで三冠取れちゃう僕は寂しいなるほどねえじゃあ2000年14年前に比べるとありていに言うとちょっとレベル落ちてるっていうことですかそうとも言い切れないですかそこはレベルは完全に上がってるんです日本人選手のレベルがものすごく上がってるからああそうか。ね、はい。だからそこで外国人のスターをはめるかはめないか相対的なもんで言うと スターじゃゃなくてても総合力でで勝てちうううということいこしょうかだからこの例えばセレッソに来たのがフォルランじゃなくてメッシであればぶっちぎってたでしょうしうん,うーんなるほど、えー、三冠の要因について長谷川健太監督ご自身は総合力という発言がありました、うん、これ総合力という言葉を分析すると金子さんはどんなふうに読み解きますかこれもナビスコカップがそうだったんですが。 パトリック宇佐美これ変えてるんですよ途中で、うん、変えて逆転してるんですはあ、はあ、ベンチの選手が点取ってるんですよね、はい、あのレギュラー11人じゃない控え選手も大事なところで仕事をしたこれチームの総合力だなと、うん、なるほどあの。出番のない選手って野球もそうだと思いますけど、はい、不満分子になりがちじゃないですか、はい、で不満分子になって、はい、スカーンって三振して帰ってくるっているじゃないですか、うんはい 今年のガンバに関しししてて言ううとみんなこギギラギラしてましたよ、ね、ああちょっとパフォーマンスが落ちたらチャンスくるぞとか、はい、常にベンチからも圧がかかってる状態ね、はい、選手から、あのー。アンタッチャブルな選手を作らなかった大エースであってももう良くなかったら外す。うんはいはい これはある意味長谷川健太監督が戸様だったからできたことかなと思うんですど。ただ大阪のまあねセレッソさんは全くだからその真逆なことで落ちてしまってますんでね、はいはい。そうか戸ざもともと清水ですもんね。はい、ある意味だから星野さんがやったことに似てるかもしれないですね阪神で。プロ野球の亀山さんおっしゃるのが、はい、一度外国人監督入れると全選手フラットに見るからすごくいい効果が生まれるとそういうこともあるんだと。あとだからどういうんでしょうね。ススーーーパースターがいたら、うん ススーパーパターを外すっってやっぱり難しいんですよね。うん、うん、それを中心にチームを作らなきゃ、うん、じゃあなんで取ったんだっていう批判にさ、ね、ら、うん、されるのでもう頼,む頼むからそのスーパースターが活躍してくれるっていうことを前提なのでそしんどいよね今のガンバそれからセレッソを見て思うのは、うん、今の日本の一番の魅力であり。 あの問題点っていうのは誰にでもチャンスある。でもスターの使い方、うん、みんな忘れちゃったねってことですよね。使い方を。さてそのガンバのスター代表にも選ばれている選手で言いますと遠藤選手が挙げられると思います。うん、今年の遠藤選手 MVP 取りました。金子さんはどんな風にご覧になりましたか。まあ当然でしょうね。息 <laughs> なし。息、うん、なし。全く息なし。ただあの遠藤くんに関して言うと去年も僕は悪くなかったと思うんですよ。はい。あの去年と今年 一だます。今<ー>野選手はもう正直これもう選手として完全に下り坂に入ったなもう代表には二度と入らないだろうなと思った時期あったんですが、はい、今年の秋の彼は素晴らしかったですよねーワールドカップであまり良い働きができなかったとご本人も言ってました、はい、でもガンバではセンターバックではなくボランチの位置に主に入りましたいいでした。あそこに使った長谷川監督の勝利でもありますけどね。 つまりセンターバックっていうのは体も大きくて壁になることができるような選手、今野、はい、選手はどうしてもそこにコンプレックスがあったんだけれど、うん、ボランチに入ってとにかく自分の良さをどんどん出せるようになったというでセンターバックをやっていたときに学んだ潰しの速さ、激しさこれがものすごくいきましたよね。でパトリックでございます、はい、パトリックが入ることによって、はい、宇佐美選手も輝きを増したように見えました。 輝きが3倍増ぐらいい<ー> <laughs> こういう組み合わせ最近はもう2トップに入ることが多いんですがね起きましたよ、ね、どちらかというと宇佐美選手前線で孤立したりとか、はい、ボールをもらいに下まで下がりすぎてかえって窮屈そうになってたりいう場面が見受けられましたが、はい、下がってきた時にもパトリックを視野に入れてプレーできるようになったんでんアシスト役としても危険な選手になりましたよね。あなるほど でその宇佐美選手なんですが、はいまだに日本代表には呼ばれてないんですがこれねある意味アギレ監督の見方正しいと思うんですよ。うん、パトリックあ日本のほの選手にパトリックがいないそうするとパトリックいない時の宇佐美君見ると物足りないんですよ。なるほどということはパトリックみたいな選手が出てきたら宇佐美君も呼ばれる可能性は高くなるということただ いいなですからね現ですからパトリックがいなくてもできることを来年の宇佐美君はやっていかなければいけないど。自分が変わらなきゃいけないっいうことですね。もともと柿谷陽一郎をして「天才は宇佐美ですよ俺なんかじゃないですよ」って言われた男ですから随分よくなりましたよ今シーズンでも僕からすると彼の持ってるポテンシャル100とすると20ぐらいですよね。全然ダメです。 具体的にはその残りの8割が出ればパトリックもいらないわけですいらないです一人でやっぱりリーーグででゴルぐららいいい取ななきゃけ選手すよ彼自身の今その2割の中で最も優れているところはどこでしょうかシュートの速さでしょうねシュートの速さボール持ってすぐに打てる正確なものはじゃあ足りない8割の中で欲しいもの金子さんあらそうですか ご自身は随分気持ちを出さなきゃというコメントがあるんですがまだ足りないうん、うん、あの鎌本さんは気持ちを出さなきゃなんて多分一ミリも感じたことなかったと思います <laughs> はい釜、はい、本國重さんはい、はい、あのストライカーって気持ちは出ち出ゃうものなんですよ、ね、それを抑えるようになって一流であって気持ちを出さなきゃって言ってる時点で <laughs>、うん、申し訳ないけどまだ彼ひよっこです なるほどね、僕インタビュー読んだことあります、鎌、はい、本さんはあの自分がチームでプレーしてるときに、はい、他の10人が他の選手打ったシュート入れって思ってるときに、俺は違ったと、うん、外せと、ポストに当たってわしの前からと思ってたね。本当に思うとったって、<laughs> はあはあ、ものすごいエゴイスティックな、得点に対すする執念で,す、うん、でそれが普通なんですストライカーのそういう選手がいないから、日本ってストライカー不足。でそういうい人が社会で、うん 結構排斥される社会じゃないですか日本なのでいいストライカーが出てこないうんただ分かるなそういう気持ちがあるからこそ万が一の時にあのシュートの角度で外れたらこの辺に来るっていうところにごっちゃんポジションがあるわけですもんねそこ足がいくかどうかっていうのは、はい、外せって思わないと多分いけないんですよね さあそしててもう一度長谷川健太監督について戻りますよく監督は育成タイプトレーナータイプと現場での人材をチョイスする戦術家タイプセレクタータイプの2通りがあるというお話がありましたが、はいうん、長谷川監督自身はあえてはめるとすればどっちなのかあるいは両方持ってるのか僕は完全に「勝たせる監督だと思います、はあ、育成じゃなくてザッケローニさんが育成型」うん「アギーレ監督が勝負型」だとするとアギーレ監督よりも「 さらに突出した勝負方かなっていう気がしますね、うん、勝因の一つがフラットに選手を見てタブーを作らなかった自分の駒として使い切ったというふうにおっしゃってましたがそれと選手交代当たりまくりましたよねすごかったですあれはなんですか持って生まれた勝負師なのかやっぱり学んでこられたものが大きいんでしょうどっちもあるんでしょうけどそんな機会があったとしても絶対にこの人ただけは麻雀しまい住まいって僕は思いましたね 長谷川健太監督とはあだからタイミングとか勝負感ですよね。なマージャンって押し引き大事ですよね、はい、守る時と突っ張る時と。はい そこのバランス感覚というか感が絶妙なわけですかね僕の中ではあのラグビーの清宮監督はい、これがもうやっぱり麻雀絶対にやっちゃいけない人だなリストナンバーワンだったんですけれど <laughs>、ええ、ちょっと超えましたねああ<ー>、ええー、我慢する時間と勝負に出て変える時間はい、早く変えすぎてもダメですよね選手は、うん、そこのところ絶妙さじ加減ですか、うん、だから麻雀にたどいてんのよ 一杯前でもない一杯後でもな、ね、いこ,このステーハイの時に勝負がくるっていう、うん、そのまさにピンポイントで最悪でしょそういう人っていやです、ね、リーチかけるならここで曲げとけと,とはいよ。うんね、え何7時前にマージャンの話集まってもない話ですけど <laughs> まだ正月早いですか <laughs> でもう一回話戻ります、はい、他のチームの話でございますやっぱりいろいろ言われるのがレッズのサポーターの方もおっしゃってました、うん、俺チームはなんででこうなんやとということですあ、ね、でもね新聞でも僕書いたんですけれど。 ある意味これでレッツのジャイアントチームへの道は約束されましたねお金ガンガンかけますかいやいやあのなんで日本サッカーの人気に火がついたか、うん、ドーハで痛恨すぎる負けくらったことが火つくきっかけだったわけじゃないですか、はいはいうん、なるほど今回の終盤の大失速、うん、特に突然のロスタイムでの同点だたあの時僕会場行ってまして駅まで行きましたけど、はい、レッツファンが、はい 本当におつやでしたよ。<laughs> 本当にみんな泣いてましたし、あの痛みは間違いなくチーム強くします。はい、なるほどね。確かに少しあのタイガースファンの匂いを感じるんですよね。あのレッツのサポーターってね、悲壮感を身にまとった感じが。はい、それこそあのトスでやられたレッツファンっていうのは。はい これは僕自身も経験したんですけど、九十二年の亀山さんがいた時の神宮の悪夢。<laughs> おまり、尻餅。ででででで。あれに近いものがありましたよね。なるほどね。傷が、悲しみが、痛みがチームを強くする。はい。 3位がアントラーズ4位がレイソルそして5位がサガントスでした、うん、こういった上位のチームの戦いぶりはどんなふうに見てましたかサガントスはよよく頑張りましたよねいろいろごたごたもありましたしありましたけどある意味ものすごく吸収断時的な、うん、蹴って体張ってっていう、うん、男らしいサッカーでフィジカルサッカーあれはれ <laughs> アントラーズは来年以降も当然優勝争いには絡んでくるんでしょうかただそそろそろ 新しいコマ柴崎くんだけじゃない新しい才能出てこないと厳しいかなという気もします来年の展望を最後に伺うと通信図星が始まりますはい。これもちょっと鍵になりますかねどうでしょうこれはもうやってみないとわかんないですよね正直サッカーの魅力をかなり僕は削いじゃう気もするんでははいはい一、はい、年通してだからこそガンバもこういう浮き沈みのドラマがあったわけです、ね、はい。さあ来年どうなりますか今日は金子さんにガンバ参加について伺ってきました お送りしてまいりました亀友スポーツマンデー最後にもう一つプレゼントのお知らせです、はい、バレーボールファンの方へ1月17日土曜日そして18日日曜日に大阪中央体育館で行われますバレーボール V プレミアリーグ男子サントリーサンバーズのホームゲームにペアで10組20人の方を無料でご招待します開催される試合カードですが1月17日土曜日が2時からパナソニック対 JT 4時からサントリー対 J テクト。 そして18日日曜日は1時から JT 対 JTEC と3時からサントリー対パナソニックという組み合わせですこの土日の両日合計4試合を通して観戦できるチケットペアで10組の方にプレゼントしますご都合の悪い方どちらか、えー、1日だけ行っていただいても大丈夫合計4試合最大で観戦できるチケットペアで10組の方に差し上げますなおこの2日間は小中学生の入場は無料ですご家族でご覧ください いただけますご希望の方は「おところお名前電話番号」そして「亀友スポーツマンでバレエチケットプレゼント」とはっきり書いていただきましてメールの方は「亀友 m ファックスは」はそしてはがきの方は郵便番号「五三零の八三零四 MBS ラジオ「亀友スポーツマンでバレーチケットプレゼント係までお送りくださいメールファックスはがきいずれも今週の金曜日まで必着でお送りください当選された方の発表は発送をもって返させていただきます10組の方にプレゼントです そして、今週は、オープニングでもご紹介しました。金子さんのご本、ラストワンのプレゼントもあります。宛先同じ、金曜日筆着です。各書店でも絶賛発売中ですので、当たるの待っていられないという方。日本実業出版社、千六百二十円。<laughs> パラリンピック陸上選手、中西真也さんについてのご本です。金子達人さんのラストワン、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。しますさあもう、もう言うて、寝間に終わりますね。今年もね、早いですね。はい。 やり残したことないですか。いやもうね今年天皇杯が元日にないんで年末飲みまくれる。なるほど。まあ今年はもう最後だと思いますけどね。また来年もよろしくお願いします。お体壊さないようお待しください。まあ方様我々はもう一週ありますからね。来週最後ですから。はいそれではまた来週です。さようなら。さようなら。